東山向き人は、北海道旭川市出身のプロバスケットボールコーチである、旭川工業高校卒業。札幌大学では4年連続でインカレに出場を果たし、4年時には全日本学生、選抜北海道選抜の首相も務める。さらに、北海道学生バスケットボール連盟協会委員長も兼任した。卒業後の2005年、OSG に、 バスケットボール部マネージャーとして入社。2008年に BJ リーグへ転籍し、浜松東三河フェニックスとなるとアシスタントコーチに就任。2009から10シーズンには BJ リーグ初優勝。2010年、新規参入球団宮崎シャイニングサンズの初代ヘッドコーチに就任。BJ リーグ HC としては最年少の27歳で就任となる。 2011から12シーズンまでの2シーズン式を取り、成績は2シーズンとも、ウェスタン8位だった。2012年6月、琉球ゴールデンキングスヘッドコーチに就任。2012から13シーズン、ウェスタンカンファレンスで1位となったが、プレーオフカンファレンスセミファイナルで敗れて退団。2013年6月、新規参入チームのバンビシャスならの初代ヘッドコーチに、就任。 2013から14シーズンは、ウェスタン9位。2014年6月、シガレックスターズと2015の16シーズンまでの2年契約を結び、ヘッドコーチに就任。2017年オフ、シガと契約満了、名古屋ダイヤモンドドルフィンズアソシエートヘッドコーチ就任。2020年オフ、名古屋と契約満了、琉球ゴールデンキングスアシスタントコーチに就任。 ありがとうございます。